東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの1回戦です。解説は神山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことは何でしょうか。まずは先に点が欲しいですよね。そして優位に試合を運びたい、そういうところですよね。さあ、先制点はどちらのチームに入るんでしょうか。ジャイアンツ最後の攻撃になります。そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、このピッチャーを打ち崩せるか。さあ、マウンドを任されたのは藤川。さあ、西さん、やはり上がってきましたね。まあ、なかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ、注目の打席です。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打アンダーソン。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割を、ね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。インコース、ストライク。スピードボールを持っています。入れてきました。あっという間に2ストライクです。見逃して三振になります。2アウトになりました。打順は1番に入ります。バッター長野。今日は盗塁が1つあります。2アウトランナーありません。点差はわずかに1点。この打席からチャンスが生まれるかもしれません。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打がかみ合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね、頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。